聞いてもいいですか。あ、いた。いや、嬉しいです。嬉しいです。こんちゃん、あの、年末ですね。すごい笑顔が素敵だなと思って。いや、今待ち合わせかなんかですか。実はすごい、あの、髪色が絶妙に素敵だなと思って。ああ先輩本当に行くから、はい、なんかすごいタイプだっつって、おおってなってたから、あ、そうそう、行ってくれよっつって、そうそう、いや、すごいお姉さんタイプでめちゃめちゃ緊張してるんですけど、本当純粋に、あの、僕名古屋から、あ、そう、最近名古屋から出てきて東京の子は可愛いっつって、そうっす、めっちゃ可愛いなと思って。 こっちの人ですか。どこら辺ですか。でもこっちの人ですよね、うん、関東の。いや、こっちめちゃめちゃ人いるなと思って、でその中でもすごい名古屋とは比べない群を抜いてめちゃめちゃ可愛いな。助けました助けました。あ、今日はお仕事帰り。今日は休憩してないみたいな。あ、そうだ、そうだ、今日休みですか。なるほど、平日休みみたいな。え、今日ほんでこの後どんなんですか。どういう、もう帰る。あ、埼玉の方に。あ、そうなんですか。なるほどなるほど。何系の仕事されてるんですか。カフェの店員さん。店員さん、どうですか。カフェは忙しいですか。変な、こういう変なお客さんばっかりです。いや、僕お姉さんいたらもう本当に一日中座りますかね。北京忙しいと思うんですけど、ここも LINE だけでも、はい、交換していただけると嬉しいなと思って。焼肉おごってくれるんですか。いや、給料出たんで行きましょう。いや、焼肉好きですか。焼肉好きですか。ああ、そうそうですね、そうです。実はさっきまでシェアしてたんですよね、音楽を。そうっす。そしたら、あの、お姉さんが現れて、そう、あの、話してたところを遮ってきちゃったんで、ちょっとキモいっすよね、男2人で。つけてしまったし、あの、ここからなんか仲良くなれたら嬉しいなと思って、はい、LINE 聞いてもいいですか。で、あ、今日でいいですか。ありがとうございます。いや、怪しいですよね。いや、もう本当に。まだまだ新宿います。ちょっとまたこの辺の、はい、ちょっと肉を仕入れておきますんで。いや、本当ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。すみません、仕事中にすみませんでした。いやありがとうございます。あ、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。よし、ナイスナイスナイス。ちょっとしばらく前行きましょう。いや、めっちゃ嬉しいっす。嬉しいっす。仕事もう早々に片付けて。すげえ、もう、はい、うん、なんか仕事になんなそうだったな。まあいいけど。え、どこ行きますか。キリンシティみたいなとこ、さっきチラッと見たけど、入れそうな感じはしたけど、キリンシティ行きます。あ、行きましょう。はい。はい、お疲れ。あれ、地元だったんですか。埼玉。ああ、埼玉に関わりのない場所だ。やべやべやべ、やべ。僕も一回石川なんで、やばいやばいやばい。名古屋にも負けてます。いやー、名古屋はシティですから。地方都市ですけど。いや、でもさっきより疑いが取れてるみたいで、よかった。2人で合わせて怪しかったですね、それとも。そっち、この30メートル先みたいな。
確かにあれはちょっと外すの忘れてた、ね、あそうっすね。ちなみに最近の恋の方はどうなってるんですか。彼はもうそれしか気になってないけど気づいてないだけじゃない。あーですね、まあ、気づいてないだけです。無自覚でいますよね、うん。実はもうたぶらかしているかもしれない。たぶらかされているかもしれない。恋愛自体を全くな勉強あるないよね。あっさり切り捨てたんすか。やべえ、なんかやばいやつだったんですか。とりあえずグイグイ取られたから行ってやみたな。そのマッチングアプリの人はどうグイグイしたんですか。愛の告白みたいな。どれぐらいあったの。1ヶ月に1回ぐらい会って、3、4回会って告白されたの。ああ。Say yes したの。めっちゃおもろい。完璧に考えた。ちょっとおもろい。ちょっとおもろい。やばい。ちょっと好きになってきた。もう早く帰りたいになってた。確かにプランもよし、そろそろ15分前だからどこどこ移動してみたいな。兄弟。ああ、さっき言ってましたね。お姉ちゃん成功したと。あんたもやりいいな。あんたはちょっと恋愛に臆病なとこあって、あるで。上からですよね。カフェでも出会いありそうな感じするんですけど。確かに。お客さんも来たし、従業員同士でね。お客さんとかあるんですか。あるって言ったらそこのカフェに乗り込んでます。俺はトイレ行ってくる。はい。3時間。3時間半ぐらい行ってもらってもいいです。3時間半ぐらい。今日本当、まあ勇気を振り絞って、マジで本当に話しかけてよかったです。めっちゃタイプです。それ入れないと。29です。今日は仕事ばっかり。ああ、そう、でもね。いや、前行ったのが本当2年前とかなんで。仕事しすぎで。さっきの話じゃないけど、
仕事ばっかしてて、まあ、仕事が楽しすぎて、デートの予定があっても、ちょっと仕事の話が入ると、その仕事、会ってる時も、ひたすら仕事をしてた。それで揉めたけど、まあでも仕事を頑張りたかったから、じゃあそれでちょっと無理だったらしょうがない。まあでも僕は、なんとかね、時間も大切にするんで。三歳、三歳だ。怪しい。めっちゃ怪しまれてます。あ、全撮り。まあ、もう式場まで見えてます。国内にしますか。海外、国内。あともう一軒ぐらいいいですか。あらせい。めちゃくちゃおしゃれ。早くない。何時出勤。あ、6時なんだ。ってことはじゃあ朝4時とか4時半ぐらいの。まあ、リアルちょっとアルコールがだいぶ回ってるみたいな。だいぶ回ってる。めっちゃ赤い。だから久々半年ぶりぐらいに酒飲んだんで。朝、美味しいパン焼いてた。今は休みって平日だろ。まだ連絡するんで。はい。じゃあ、やばいやつになりましたね。はい。じゃあ、お気をつけて。いやー、エイジさん、あの日の女の子、はい、ゲットできなかったっすよ。あれは、まあ、しょうがないというか、はい、一応、教授がめっちゃタイプですって感じで言ったんだけど、はい、男2人にそうやってグイグイ来れてることに興奮してたんですよ。なるほど。うん、なので俺は3人でうちに連れ帰るという戦略を立てたんですよ。はい。ただ、はい、大悟さんが、はい、なんとパン屋勤めだったと。そうでしたね。もっと早めにそれがヒアリングできていればもう損切り覚悟で序盤で一気に展開したんですけど、僕はあの子のおっぱいしか見てなかったですからね。うん、全くそんな考えてなかったです。序盤の情報収集ミスりました。はい。そんなんだと思ってなかったんで、はい、こいつ興奮しとるなと。はい。で着実に家に持ち帰るぞと思って、はい、ちょっと1時間半ぐらいかけたっけ。そうですね。そう、きっちり温めにかかったんだけど、はい、いやまさかの4時起きだっていう。で、あんま酒も飲まなかったんだよね。飲まなかったっすね。4時起きを気にして、はい、うん、まあその後1対1でちょっと競技にワンチャン決めてほしかったけど、はい、完全にもう冷えたパンのようにカチカチになりカピカピになってました。ちょっと役割分担もしたからね。はい。彼が好き好き担当みたいになってたんで、はい、2人で行くとですね、こういう担当分けができたり、はい、後でこういう戦略の振り返りとかできたり、はい、悩みが多いので。いやですね。うん、あとトイレ行ってなんか一応 LINE して、はい、こうすべしみたいな指令がする。で、全然見てたっけ。見てないよ。いや、僕もおっぱい見てた。俺指令出したの全然見てないし、うん、全然おっぱい見ました。そう、はい、チームプレーができて学びが多いので、はい、ぜひ皆さんもコンビでナンパしてみてください。はい。っていう感じで、わしもコンビナンパするわいって思った人は高評価、チャンネル登録お願いします。いや、コンビナンパしたいけど仲間がおらんぞ、どうやって見つけたらええんじゃいってなってる人は LINE とかでいろいろうちらもコミュニティやってるんで登録して参加してみてください。ありがとうございます。